岡山県立岡山東商業高等学校は、岡山県岡山市中区東山にある県立の高等学校である。通称は東商同校は1898年に岡山県商業学校として創立して以来、岡山県内の商業教育の拠点として120年の歴史を有し、約3万人の卒業生を輩出している。 地域経済の活性化に貢献する高度な職業人の育成を標榜し、現在ではビジネス創造家と情報ビジネス家の2学科を持っている。バレーボール部やソフトボール部ボート部をはじめとして部活動も盛んに行われており、特に野球部は1965年の第37回選抜高等学校野球大会で優勝している。ビジネス創造家と 情報ビジネス科の2学科を設置している。ビジネス創造科は、国公立私立大学進学を目標とした、アドバンス、製造、卸売、小売、販売、サービス業就職を目標として、商品、流通科目を重点化した、総合ビジネス、簿記会計のエキスパートとして、日商簿記検定取得や専門学校、経営学部の大学進学を目指す。 会計ビジネスの三類型がある。二年次からの選択制としている。情報ビジネス化では、ウェブプログラミングやネットワークの構築等の事業を重点化している。いずれも、生徒の多様な進度に対応するカリキュラムが組まれている。また、教育の一環として、模擬会社を設立し生徒に、商品提案、企画、販売を担わせる。 企業実践も行われており、毎年11月頃には、東証デパートと称するイベントを開催し、各クラスでの店舗経営を実施している。平成29年度は11月18日開催。個性の伸長を図り、社会の発展に創造的に寄与できる、心身ともに健全で人間性豊かな活力ある、人材を育成する。誠実、質素 金弁トピック生徒の制服のブラウスやワイシャツの袖口には窓シシエクスバイブという縫い取りがあるが、これは創立年の1898をローマ数字で表したものである。運動部分下部公式野球部は1903年に創部、選手権に1 1度、選抜に8度出場。1965年の選抜では全国制覇を達成している。 1991年まで11度選手権に出場しており、岡山県勢で夏の出場はトップだった。しかし、関西や倉敷賞が台頭したことにより、2021年に倉敷賞が出場回数で並んでしまう。ありがとうございます。